This is making sense. 皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。この間ダークナイトライジング見てきたんですけど、はいはい、最近映画始まる前に、うん、すごい CM が長いのよね。今度の SF 映画はこんな感じです、予告編ね、うんうん、それがさ、なんかこぞって日本よ、これが映画だとかさ、人類よ、アベンジャーズね、あ、よくしてね、目を覚ませとかさ、なんであんな上から見せるの、お前は広告だよって言いたくなる。あっちの方がやっぱり人を歓喜させるのかね、言葉の力で。どうですかね、日本よこれが映画だって、うん、日本人じゃないよ、日本人、日本よこれが映画、うん、すごいですね、すごいコピーだよね、考えてみたら、うん、それ日本人が作ったのかな、コピー、うん、そうかもしれないね、そう思うとまたすごいですね、うんうん、すごいですねって、まあ感心するんじゃなくて、うん、大したもんだあれ褒めたら困っちゃう。でもう一個なんだっけ、人類を目を覚ませ的な感じ、うん、人類の起源を検索してはいけないとか、なんかその感じ、あ、そうそう、うん、面白かった、でも面白かったライジング。でも一本目っていうかね、その前のやつの方がダークナイト、ダークナイトがすごかったから、うん、一応ダークナイト、ナイトはナイツのナイトですからね、騎士の方だったっけ、あ、そうだそうだ、汚れた夜じゃないんだ、うん、そうなんですよね、そう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 、まあ1本目の方が私は好きですけど、うん、全然上ですけど、あのジョーカーが出たやつでしょ、そうそうそう、ジョーカーがあの人なんて名前だっけ、素晴らしかったじゃん、ヒース・レジャー、そう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 、死んじゃった。今回の悪役はどうなんですか、あ、悪くないですよ、うん、悪くないですけど、でもこれってどう思います、急にバットマンになるわけじゃないですか、こう着替える、変身、うん、そうでしょ、うん、そうすると肉体も強くなり、うん、眼力もこう強くなるわけ、うん、でなんとなくこう全体から発するものが強くなるわけ、うん、ヒーローだから当然じゃん、うんうん、ところが声だけが、うん、そうだ私はってさ、うん、弱弱になる、シワシワどういうことシワシワ加工みたいなバットマンの声わかる意味わかりますよね、大事な、仮面してるからじゃないですか、なんか声を悟バレないように、うん、あ、本当は松岡さんでしょとか言われないみたいに加工してる、してマイクは通じてるってことでしょ、まるでね、うん、だけど自分で変えてるわけじゃないと思いますよどっかについてるってことマイクそうじゃないの、弱々人間じゃん、うう弱々しくないでしょ、だったら私はっていう方に変わるべき中にしない、うん、私はおじいちゃんはね、犯人が電話の時にボイスチェンジャー使うような感じでしょ、きっと、そうですそうです、うん、だからそれがもう少しツヤツヤと強くてもいいのになって思ったんですけどね、うん、そうか、ターンテーブルの声みたいな感じ、何それ今何が始まったの、何劇場が平井さんの新作、何何違いますよ、何の番組でしたっけ、何よそれ、クリームシチューさんのやってる番組で、あのテーブルが待ち合わせの時のナレーションの、わかんないよ、ひどいよそれ甘えも意外にひどいよ、慣れ合いも低い声のあのナレーターの方、うん、そう、なんか加工してると思うんですけど、うん、そう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 、バットマンはでも僕、まあ清水さんは分かんないけど、僕はやっぱり最初のっていうか本当に初期の時のテレビ版がやっぱり好きなんですよね、うんうん、そうね、ちょっとチープな感じ、ね、ちょうど良かったね、うん、今ちょっとどんどんなんかちょっと怖くなってきて、うんうん、それとその現代劇なんだけど、うん、地下では実はこんなことが起こっていたって、急になんか古典チックな感じとかが、うん、もうちょっと面白かったですね、あ、そうなんだ、うんうん、まあ見ますよ僕は、はい、バットマンファンですから、ね、あ、そうなんですか、うん、それでその女性が出てくるんですけども、キャットウーマンでしょ、キャットウーマン、なんですかこのいい女はって感じでしたね、うん、キャットウーマンだって前はミシェル・ファイファーがやりましたからね、今回は誰ですか、アン・ハサウェイでしょ、アン・ハサウェイ、すごいいいもの、うん、ゲットしましたね、うん、やってみたいですか、キャットウーマン、やってみたい、やってみたい、ニャーオンって言うんだ、ニャーオンって言うの、キャットウーマン言わないです、私が言うとしたら、あの人よりはアン・ハサウェイよりは猫寄りになると思いますよ、うん、声が、うんうん、その必要、その必要はないですけどね、そうかな、僕ペンギンが好きなんですよね、何言ってんのこの人ペンギンっていういるんです、悪役が、今回出てないけどね、あ、そうだったっけ、うん、前回もう見たよ私、前回も出てないけど、その前のダニー・デビートがジャック・ニコルソンがジョーカーやった時に、マニアすぎて分かんない、ダニー・デビートがペンギンやったんです、へえ、じゃあコウモリとペンギン全然関係ないじゃん、うん、まあ鳥対決ですよ
コブリ鳥じゃないけど。どっちもなんか鳥としてさ、何かやったらない。そうなんです。だから、ティム・バートンでしょ？ティム・バートンはそういうこう、虐げられた人たちの物語が。いつも好きだね。うん、シーザーハンズとかね。ペンギンもすごい虐げられてるんですよ。そうか？その悪役のペンギンがね。本物のペンギンは幸せですよ。みんなで一緒に暮らして、トトを組んでるけど。水中じゃすごい早いからね、あの土。その悪役のペンギンは、うん、あの地下に住んでるんですよ。ペンギン帝国を作って、うんうんうん、それでそこでだからこうなんか、ね、捨て子だったんですよね。捨て子まずい。じゃあそれだよ。本当今回も？そうだよね。ちょっと難しい。似てるよね。あ、そうなんだ。今回もそんな話なんだ。そんな、うん、それに近いですね。分かった。いや、まあそこでもう終わってもいいですか？まだあります。バトン前も話しましたもんね。前はだけど前回の作品の話だからね、うん、この間話したのは あのスパイダーマンですよ。なんか話しましたっけ。スパイダーマンはいまいちだったんです、私には、うん、彼女が可愛くなかった。ああ、そうかそうか。何マンが好きですか。レイヤ姫に次ぐ彼女の聞きましたそれ。バースト2ですね。何マンが好きですか。メマン以外に何マンがあるの他に。ウルトラマンも好きじゃないし、だいたいヒーローもの。スーパーマン。いや女子はね本当にねそんなに好きじゃないですよ。そうだよね。何マン好きじゃないよね。早いよ。もうちょっとさ。ウーマンはじゃあ何ウーマン。ウーマンもね強くなってもねやっぱり白雪姫とかなんか、ね、寝たりのんびり暮らしてるうちに歌とか歌っててそしたら幸せになったみたいなのが一番いい。そっか。白馬の人魚姫とか嫌ですよ。人魚姫だね、うん、やりませんよ頼まれても、うん、黒ばっかりしてるからねあの子は。どっちがいいですか。じゃあ上人魚、上人と。そういうこと言ってんじゃないですか。白雪姫と人魚人とどっちがいいなら分かるけど興味ないのもあれだしじゃないですか。上魚人ってことでしょ。嫌に決まってるでしょ。Okay, whatever. We talked about Spider-Man, Batman, Catwoman, and even Ultraman. And perhaps next year, when the new